今日は e フットボール2023 AC ミランガチャをやっていきます。オランダ三重市、これは課金するしかないですね。まずはファンバステン、ドログバ持ってるから最悪取れなくてもいいかな。ライカールト強いです。センターバックで使う予定ですが、育成めっちゃ悩みそう。今日はライカールト出るまで引きます。フリット、今まで使ったことないので使ってみたい。ドレッドヘアーもおしゃれやし。やっぱりセンターフォワードで使いたい。それではライカールと出るまで引いていきます。神引きするぞ。まあ一回では来ないよね。当たるまで飛ばします。おお、やっと来た。どっちだ。フリット。オーケーオーケー。おお、2人目でライカールと来た。でも長かった。確率通りぐらいですね。結構沼りました。ライカールと引けたのでこれで撤退します。ここからは育成結果をお届けします。いや、育成難しいですよね。
いろいろな YouTuber さんの育成を参考にいいとこ取りさせてもらいました。フリットはセンターフォワードで使うことを前提に、ドリブル、スピシュン、フィジカルを多めに振っています。ディフェンスも少し振っています。ゴリゴリに点を取ってほしいですね。あと、ナンバーテン発動するけど、OMF でも試してみたいですね。ディフェンスもできるし、CMF も試してみたいかな。いや、使うのが楽しみ。次はライカールト。ライカールトも育成悩むね。ライカールトはセンターバックで使うことを前提に、ディフェンスを厚く振っています。あとはスピードとフィジカルを多めに振っています。これは強いでしょう。DMF でもいけそう。来週来ると言われてる、ビエラとのダブルボランチも見てみたい。最強コンビでしょ。まあビエラを引くかどうかは分かりませんが。早く使ってみたい。ご視聴ありがとうございました。